このいいですか、肘や全てが一体となった後、足踏みをします。で、顔を戻して、この時にこのように膝に入らないようにしてください。そのためには右手、こちらの掛けをしている方の手を手前に引きます。こうやってするよりは最短距離で右手の掛けの方の肘を手前に引いてきます。必ず着想がきれいになっていれば膝に入ることはありません。そしたらこのままこの時も矢が平行になるようにすごい力が入っています。要は弓でいう昇魂っていうところです。ここにすごい力を入れてしていれば矢が平行のまま保てます。この時もこう肘で来てここで返して自分の胴のところまで引き抜き、まっすぐ下に置いたらそのまま最短距離で、これが美しい矢の抜き方。どうしても矢を抜こうと思って振り回さず自分の胴まで引き抜いたら、自然に下へ行ったらそのまま行けば振り回さず胴作りができます。ここでつる調べの調べ、面を戻して、ここです。こっからが自然と両方動いてます。両方動いて合体してます。で、取り掛けします。そしたら、こういう状態でできるように手の内を整える。以上です。